来た。そう、あのね、一回見たんですよ。一回見たんですけどね、ストーリーモード始めたらなんかね、あの伏線回収みたいな感じで、ちょっとなんかあの時みたいな感じでちょっとね現れたんで、そう戻ってきました。さあ、なんかね、今作ではなんだこのスピードゴルフっていう、なんかね、その時間制限があんのかどうかもよくわからんけど、なんかね、そのまあ早くゴールした人が勝ちみたいな、ね、なんかレースゲー感覚でゴルフができるみたいな、そんな感じらしいんですが、それのワンシーンかな、これは。さあ、なんか多分ね、こんな感じで超ダッシュで飛んでったりもできるし、なんか他の人の邪魔とかもできるみたいな、そういうのをおそらくここでは教えてくれてんだろうなと思うんですけど、まあスコーンとね、あのゴールに入れた人が、まあそらそっか。そらそっか、ゴールに入れた人が勝ち、そらそうよね。うん、なんですけど、さあ、なんかこういう多分コース上の障害物もまあありますよっていうのを教えてくれてるのかな。で、なんかこういうバナナで他の人の邪魔をしたりとかもできるらしいと。ティーコテン。あー、でダッシュ版もあんねやね、マリオカートみたい。でスターを取ると多分無敵なんかなっていうのもなんか教えてくれてるんだと思います。こういうブロックとかも登場したりもするしみたいな。あ、そう。そう、今の超大事なシーンっぽいんですよね。でそれ曲げて入れる必要ないやんけみたいな。そういうこともさっき言ってたんですけど、うん、わざわざ曲げるから外したんやと。あー、完全に巻き添え。クッパは今のところ非白以外は割と真摯にプレイしてましたもんね。はい、でなぜかマリオのボールがゴールに入ると。相変わらずなぜかみたいなところありますが、うん、まあこの辺はね、なんか予定調和みたいな。でいつもの吹っ飛ばされた3人組みたいな、そういうところありましたが、はい、どうも皆さんこんにちは、ムーポンです。マリオゴルフスーパーラッシュ、今回はね、ちょっとそう、マリオゴルフ自体がね、なんか64で出て、でそれ以降出てるんだっけ、なんかね、なんか1個だけ確か出てたらしいんですけど、なんかね、しばらく出なくなってしまったシリーズのなんかね、筆頭かなみたいなところあるんですけど、そう、64でね、ゴルフとかテニスとかね、いろいろ出てきたなみたいなところあるんですけど、しばらく出てなかったんですけど、スイッチがね人気なんで、ここぞとばかりに登場しましたね。ということでね、ちょっとあの64のマリオゴルフとかも持ってなかったんで、もうなんかほぼ完全初心者みたいなところはありますが、ちょっとストーリーモードをねやっていきますので、よろしくお願いします。マリオの世界を冒険。オッケー。あ、なんかもうキャラできてる。ちょっと待って。そうで、この後のそうオープニングがねあって、ドドンと、そう、このシーン見た瞬間に、あ、やべってなって、そうオープニング撮ってないみたいな感じで戻ってきたんですけど、参りました。これは誰目線なんやろ、テレビ見てる人目線みたいな、そんな感じかな。あ、消した。あ、テレビを消しましたね。お、キノピコ。あ、消したわよキノピコちゃん、だって試合なら終わったでしょ。あー、確かに終わったんだがね、なんかね、これから表彰とかなんだの。あるタイミングで消しやがったなと。今からマリオのスピーチだぞ。いいところだったのに部屋に戻れって言うのか。いやーね、ブルちゃん、あなたにとってはこのテレビよりも明日のセレモニーの方が大事なはずよ。明日のセレモニー、ブルって登場してましたっけ、わからん。セレモニーがあんの、けけけ、そうだぜ、明日は研修生としての所属式だ、早くベッドに入って明日に備えるんだな、研修生なんの。俺もそろそろ寝るとするぜ。
ふふ、あなたは物分かりが良くて助かるわ。今回の研修生は個性的な子ばかりだからどうなっちゃうかと思ったわ。ああ、ふん、調子のいいやつだ。お前、お化けなのに寝るのか。そういうゴルファーが意外と、手こわいんです。私も寝ますね。せっかくの所属式ですから、支配人やコーチへの第一印象は大事ですもの。キノピコちゃんはいい子だけど、ベテランみたいに計算高いのよね。もうだって本人の前でその人の印象がどうのこうのとか言ってましたもんね、今。多分右の人コーチかな。いつも何を考えてるかわからねえ。とにかくボールはパワーでぶっ飛ばせばいいだろう。パワーだけじゃ勝てませんよ。ちょっとのことでは動じないというのはゴルフに必要な条件ですよ。けけけ、必要なのは正確なショット力だ。なるほど、パワーと、あとなんか冷静なキャラと、あとはなんかね、その手先が器用なキャラみたいな、そういう3人組かな。あ、この中に混ざっていいんですか。あ、待ってたわよ。ほら、こっちに入ってちょうだい。その3人の中に入るの。今すごい渋い顔しましたね。紹介するわ。この子はおじいちゃん、あなたたちと同じで明日から、あ、そっか、これあれなんですね、ミーの名前やからムーポンではないのか。彼はあなたたちと同じで明日からこのセンアンス校の研修生、になるのよ。そうだぞ、よろしくな。そいつが研修生。へえ、そうなの。うふふ、よろしくお願いしますね。ゴルフ協会から急に連絡が来てね。この合宿所に着いたのはついさっきなのよ。なあなあ、お前何ヤード飛ばせるんだ。俺と勝負しようぜ。ブルーはパワーにしか興味ありませんから。さあ、あなたたちも自己紹介なさい。俺はブルー。すぐにライセンスをもらって世界一の飛ばし屋になるぜ。私はキノピコ。同じ研修生同士仲良くしましょうね。うふふ。俺はテルサ。フェアに戦おうじゃないか。ケケケケケケケ。一番アンフェアっぽいんよな。あなたたちそれだっけ。俺はもう行くぜ。明日に向けて筋トレをする。うおー、いやー、明日本番やったら休んどいた方がいいと思うよ。私も寝ますね。早く寝ないとお肌が荒れちゃいますから。マイペースな奴らだぜ。ケケケケケ。テレサは寝ないのかな。あ、って思ったら寝に行った。あー、本当にもう困った子たちだわ。おじいちゃん、あなたも力つ、ねえ、力尽きてるでしょ、じゃない。疲れてるでしょ。今日はもう部屋で眠りなさい。はーい。そうそう、あなたはこの合宿所を任されてる、あ、私はこの合宿所を任されてるキャサリンを、ママと呼んでくれていいのよ。なんか、ここのオーナーさん的な感じなのかな。一番奥があなたの部屋よ。明日はコースの所属式だから絶対に遅れちゃダメよ。絶対に、絶対に遅れませんように。大丈夫、さて、まだ話聞けたりすんの？今日は遅いから一番奥のあなたの部屋で早く寝なさい。かなり今説明っぽかったよな。一番奥の。あ、ブルの部屋。こっち誰の部屋？キノピコの部屋。キノピコの部屋、ちょっと行こうぜ。部屋に勝手に入らないでください。4時なら明日にしてくださいね。追い返されてしまった。ブルの部屋。テレサの部屋。グーグー、しまった、ダフった、こんなところでピンチだ。グー、うなされているようだ。お化けやのに悪夢見んねや。で、ブルはいいや。ここが僕の部屋。綺麗ですね。っていうかね、広い、広いぞこの部屋。だってこれベッドでしょ。っていうことは2メートルぐらいあると、なんか十何畳ぐらいあるぞこの部屋。豪邸やなここのお家、いいな。よし、じゃあなんか特にクローゼットとかも開けるわけではないみたいなので、今日は寝ましょうか。はい。どうせ寝坊すんねやろ。そんなことない。クラブハウスの前の支配人に挨拶に行こう。支配人、さっきのキャサリンとはまた別の人。テルサの部屋、あ、入れちゃった。テレサもういない。ちょ、テレサのベッドで寝てこうぜ。なんかね、ぽよぽよしそう。ブルの部屋。とりあえず、外出ればいいの。あ、キャサリンさん、こんにちは。
おはようございます。あら起きたのねおじいちゃん。てち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 。夕べはぐっすり眠れたかしら。すごい、もう即寝てたね。すごく疲れていたみたいだから起こさなかったわ。そろそろ所属式の時間よ。寝坊じゃないですか、やっぱり。合宿場出て道をまっすぐ進めば着くわよ。朝ごはん、朝ごはん、朝ごはん食べてないです。お腹すいた。うん、何？あなたたち研究生のこと、村の掲示板に載ってたわ。研修生は期待されていて、もう村では有名人よ。声をかけられたらちゃんと笑顔で返事するのよ。はーい。声かけられるんかな？OB。プレイ禁止の場所のことを言います。ペナルティエリア。センアンスコ CC。あー、やっぱ豪邸やな。え、っていうか、ん？センアンスコ CC って何？ここのね、なんかね、クラブハウスっていうか、ここのハウスもかなり豪邸でしたけど、彼らも話できんの？いや、センアンスコ村へ、センアンスコ村へようこそ。ここは王国のゴルフの始まりの地で、ゴルファーはまずここを訪れるんだ。プレイヤーはここでゴルフの基礎を覚え、やがて上級者として育っていくんだよ。まあなんかいろいろ教えてくれるところと、おじいさんすごいですね、ものすごいゴルフのセンスを見込まれて研修生に選ばれたのだが、っていうことはあれ、ゴルフの基礎を学ぶとか言ってて、もともとそこそこゴルフできる人たちの集まりなのかな。どんなゴルファーに育つのか、おじいさんの未来を思うと期待で胸が高鳴りますね。ありがとう、期待しといて。新しいゴルファーの卵が選ばれてこの村にやってきたそうだね。本当にすごい才能があるのか、ゆっくり見させてもらうよ。村の住人は全員がゴルファーなんだ。あ、そうなんや。ゴルフ自慢の僕たちを相手にして君は勝てるかな。ということは、なんかまず序盤は彼らとなんか戦って、でなんか上手くなってきたら、なんかマリオとかルイージとかクッパとかと戦うみたいな、そういうシステムなのかな。君が噂の研修生。センアンスコはレッスン場も、練習コースも充実していて、世界中からゴルファーが来るんだ。その掲示板にセンアンスコ村の詳しいマップがあるから見てみるといいよ。クラブハウス。とりあえずなんかクラブハウス一軒みたいな。なんかいろいろあるけどね。レストランとかもあんねや。何ができんねやろ。わからん。なんかご飯食べるとパワーが上がるみたいな。君はもしかして新しい研修生？この奥のクラブハウス前でこれからのことを説明するみたいだよ。あ、ちょっと待って。声かけられた。おじいさんですね、ヘッドコーチ。いいえ。怒ってないから大丈夫ですよ。ちょうど今から式を始めるところです。やっぱり寝坊じゃないですか。あなたもそこに並んでください。どっちがコーチ？どっちが支配人？あ、のこのこ支配人。どうやら全員集まりましたね。ようこそ研修生の皆さん。どうもどうも。このセンアンスコカントリークラブはこの地方の、ゴルフの聖地であり、多くの優秀なゴルファーが生まれています。あ、なんでテレサこっち見たの？そんなゴルフコースに所属するみんなはとても幸運なプレイヤーなんですよ。イエーイ。ね、なんか月謝高そう。私はこのセンアンスコのクラブハウスの支配人です。そして彼がこのクラブハウスのヘッドコーチです。強そう。彼はとても有名なコーチなんですよ。今活躍しているプレイヤーの多くは彼がコーチをしたプレイヤーたちです。へえ、そうなんや。皆さんはゴルフの素質を見込まれ、特別に選ばれたメンバーです。どうかこの恵まれた環境で素晴らしい実力を開花させてください。なんかね、自分で恵まれた環境って言っちゃうんだ。ではみんなに例のものを。へいへい。ヘッドコーチ。ヘッドコーチ？何これ？これはスマート、あ、ヘッドコーチ。ヘッドコーチっていう名前じゃなくて、ヘッドコーチが喋ってんのね。これはスマートデバイスと言います。プレイの記録やスコア管理以外にも、いろんなサポートをしてくれますよ。それでは名前を呼ばれた順に受け取りに来てください。ブルさん。おう。やっぱブル大きいね。あなたは飛ばすらしいですね。期待してますよ。飛ばしなら負けないぜ。キノピコさん。はい。キノピコは冷静らしいけど、あなたはクレイバーなプレイヤーらしいですね。どんなゲームプランでプレイするのか、その力を見せてみたい、その力を見てみたいですね。だからなんかね、その都度適切な判断をするので、なんかコースの、なんか攻め方とかは、
なんかキノピコの真似してたら上手くなるとかそんな感じなんかな。まだまだですよ、うふふ。テレサさん、ケケ、あなたはショットのキレが素晴らしい、ショットメーカーに磨きをかければ体格の大小は補っていけるでしょう。ゴルフは飛距離だけじゃないというのを証明してやるぜ、ケケケ。あーもう喧嘩始まるそしておじいさん、はい、あなたは未完の大器です。まだまだ完成の域には遠いですが、その分将来が楽しみですよ。はーい、どうも特に褒めることがなかったという、そういうわけですね。それではスマートデバイスを腕に身につけてください。イエーイ皆さんのデータはすでに入力されています。確認のためにスイッチを入れてみてください。スイッチを入れると最初に表示されるのがその画面です。何？ねえ、スマートデバイスの機能は多いので使いながらゆっくり覚えてください。はーい。みんなが目指すランクについて説明しますね。ランク、お、 160Y、 パワー、スタミナ、足の速さ、コントロール。ライセンスの色が白い下地なのはまだ最も低いランクであるストーン。ライセンスの色、あ、左か、はい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 。で、あ、ストーンランクで始まって、でなんかね、あのブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナと上がっていくと、その前のやつは分かんないや。ライセンスはスマートデバイスで管理しています。トーナメントで上位に入るとランクアップできますよ。まあとにかく勝てと、そういうわけですね。右のステータスはどうやって上がるんやろう。最後に皆さんがトップゴルファーになるためサポートしてくれる方を紹介します。キノピオ、こんにちは、キノピオです。今日という日を待っていました。今王国ではゴルフが盛んです。強いゴルファーが求められています。昨夜の試合もすごかったですよね。ね、マリオたちのね。ですがトッププレイヤーの顔ぶれは変わらず、新しいスターがもっともっと現れることでゴルフがさらに盛り上がると信じています。あー、だからなんかね、あのいつもテレビに来てる出てる人たちはもう同じ人たちなんで、なんかね、まあ新しい人来へんかなみたいな、そういうのをみんなが待ちわびてると、そういうわけですね。そこで各地を私たちが回って皆さんを見つけたというわけなのです。あー、はい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 、スカウトされたと。皆さんがプレイした結果はスマートデバイスから送られ集計されます。上達に合わせてしっかりサポートしますね。トーナメントで勝つためにはまず練習です。コーチに教わったりコースでラウンドする中で実力がついていくでしょう。だから練習と試合でどんどんなんかステータスが上がっていきますよみたいな、そんな感じかな。それでは所属式は以上です。皆さんの活躍を楽しみにしています。どこ行けばいいの？どっか行っちゃったよ彼らおじいさん、何？練習に向かう前にキャディーマスターに会ってください。キャディーマスター、あなたの左手側に道を進めばすぐです。左行けと、みんな行った方に行けばいいのね。きっと良いことがありますよ。会えばわかりますよ。あなたの活躍を期待しています。はいはい、ありがとう。キャディーマスター、プラスボタンでスマートデバイスを開けます。スマートデバイスを開いた画面で、X かなボタンでメインメニューに戻れます。メインメニューへ戻る。メインメニューへと戻る。まあいろいろ見れるけど、ね、やっぱね、パート1やし、ちょっと早速早速試合したいねんけどな。こっち行けばいいの？おじいさん、あ、こっちにもキノピオばっかり。キャディーマスター、あ、この人か。やっぱりおじいさんですね。あなたを待っていましたよ。ははあなたはもう受け取りに来たんですよね。何か知らないけど、何の話？本当に知らないみたいですね。私のはあなたのクラブです。ああ、ありがとう。運んでてくれたんかな。そう、あなたのためのクラブセットです。ちゃんとあなたの体にフィットしたものですよ。あ、運んでたというか、なんか発注しててくれたんかな。この広大な土地では、打ったボールの場所まであなた自身の足で走ってもらいます。走んの？ゴルフクラブも自分で抱えて走るんですよ。重いゴルフクラブを抱えてラウンドするのは心配そうですか？安心してください。はぁ、あ。フルセットである14本を必ず持っていく必要はないんです。
あ、これもしかして持っていった本数によって走る速さ変わる？とりあえずハーフの7本を入れました。もっと増やすときっと速く走れないので注意してください。なるほど、7本までは、速く走れるけど、たくさん持っていくと、速く走れないと。ただその代わりなんかその適材適所に合わせたクラブが選べるので、なんか打つショットとかは安定するよと。だからどっち選ぶか好きな方せみたいな、そういうあれですか。さあ、あなたのクラブセットです。中身を覗いてみてください。イエーイイエーイのテンションが高すぎんだよな。おじいはクラブセットを手に入れた。ハーフセットの場合、クラブセットはプレイスタイルによって変化しますが、今回はドライバーからセッティングしました。はあ、そう、わかんない。わかんない。そんなん言われてもわかんない。クラブを変更したくなったら私に声かけてくださいね。はい。それではクラブは確かにお渡ししました。大切に使ってくれると嬉しいです。さあ、あなたのゴルフ人生のスタートです。この先にレッスン場があるので早速練習してみてくださいね。はい、よし。あー、担いでる。これなんか、おー、なんかいろいろ書いてある。3W、1W、5W。 何これ、全部ノーマルクラブやけど、なんか多分か軽いとか多分9が飛ばないってことは軽いのかな、おそらく。やばい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 、種類が多すぎる。ちょっとこれは分からんこれは分からんけど、なんかとりあえずなんか多分基本的なやつ入れてくれてると思うので、そのまま行きましょうか。よし、こっち。こんにちは。みんなはクラシカルなゴルフコースだってセンアンスコのコースを甘く見てるけど、基本を学ぶためには最高のコースだよ。はあ、なんか簡単なコースだよみたいな、そんな感じやけど、まあそういうところでこそ基本がなんかねしっかり身につきますみたいな、そんな感じ。こっちは、ゴルフを上手くなりたいなら僕、管理の僕が言うのもなんだけど、ラウンドばかりしてもダメだよ。コースで課題を見つけて練習場でそれをできるようにする。その繰り返しが上達の秘訣。こっちでいいの？練習場。こっちに行こうとすると違う方向に矢印あるもんね。こっちから草むらは通れないのか。こっち。ちゃんと草むらは通れなくなってんだね。なんかね、僕やったらもうあそこ横切っちゃうな。で、右。あ、みんな練習してる。こんにちは。ドライビングレンジでフルショットするとスカッとして気持ちがいいな。ちょっと呪文を唱えるのやめてもらっていいですか。やっぱりドライバーのマンブリは最高だよ。何何だから、その呪文やめて魔法使われた。結局アイアンショットがゲームを作るんだ。ドライバーばかりで打ってる人はゴルフが分かってないと思うね。なんとなく分かった気がする。アイアンでもドライバーでもいいけど、フルショットするだけじゃブレ幅が大きくなるから良いスコアは出ないな。なんかあれかな、なんか飛距離飛ばせるやつはブレるから、なんかね、何、繊細なショット狙う場合はまあ飛ばないやつの方が繊細に打てるから、なんかね狙いやすいよみたいな、そういうことで、ブレ幅が大きくならないようにパワーをコントロールして打てば思ったところに飛ばせるようになる。ほう、こんにちは。ドライバーのレッスン受けましょうか。レッスンの前に打ち方の基本を確認しますか。はい。ほう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 。ん？方向を決めます。はあ。で、トップビューを開き、ボールの落としどころって何？なあ。内側の線はボールが落ちる場所。で、半透明の部分からそこから転がる距離です。内側の線、あの線がボールが落ちる場所で、で半透明の場所、あ、なんか薄くグラデーションになってて、その消えるところらへんまでは転がりますよみたいな、そういう感じかな。合わせて距離が確認できます。ショットのパワー、風向き、高低差と地面の状態によって飛距離が変化します。ゲージを動かしたら打ちたい強さでもう一度押してパワーを決める。あ、これはあれですよね。
なんか押したらゲージが勝手にこうニヨーンって伸びていくんで、なんか止めたいところで、まあどんぐらいのパワーで打つかの止めたいところでピタって止めたらショット打てますよみたいな、そんなんですよね。まずはコースのレイアウトの確認をしましょう。表示されている的に対してショットしてください。ん？これから表示、指示する方法でショットを行い60点以上のポイントを取れば合格です。ねえ、このホールまず安全にパーを取るルートへティーショットを打ってください。安全にパーを取るルートへティーショットを打ってください。安全にパーを取るためのショットを5球ドライバーで打ってください。待って、パーを取るルートを打って、これから色分けされた的に向かって、あれ？あれ？あの色？ボールを打ってもらいますが、青い部分がより安全と考えられるエリアです。ほう。なんで？なんで？ドライバーショットの理想的なポジションは風や障害物によっても変化してきます。あ、あれか、なんか、7番とかを打つ。をなんか落下地点にすると飛ぶけど、なんかラフに落ちちゃう可能性があるよみたいな、そういうところで安全ではないみたいな、そういうのを教えてくれてるのかな。ドライバーショットの、理想的なポジションは風や障害物によっても変化します。いつでも青いエリアに打つのが正解というわけではありませんが、今回は青いエリアに止まるように打ってみましょう。ほう、待って、これここ、とりあえずこれはもうでも、まあ、こんな感じで動かせるけど、まあ、ど真ん中狙えばいいのかな。で、ちょっと待って。これ構えてるやつは帰れないよ。おー、ズームとかもできる。LR でズームができる。なんか持ち替えとかはなさそう。持ち替えとかはなさそう。ちょっと待って。10球ショットして、あ、合計の点数が60点以上だったらクリアです。そういうことね。そういうことね。なるほど。なので、このままどんどん打ってって、まあ10点10点を獲得しまくれと、そういう感じか。よし、これでいいの。あ、何それ、ちょっと待って、2回ゲージ出てきた。ようわからん、ようわからんけど、なんか10点乗った。あ、でもこれあれか、思ったよりパワーを高くしちゃうと超えていくので、あ、160ヤードで、これで見て160ヤードそこよね。なんか思ったより飛んだけど、はい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 、この透明薄い部分、グラデーションかかってる薄い部分まで転がっていく可能性があるので、 100% で打つのが賢明ではないと、多分7点とかになりかねないと、そういうわけですよね。なのでここ、こんな感じ、ちょっと弱い、あー、いい感じ、なんかさっきと変わらへん。さっきと全然変わらへん。うん。よくはわからん。こんぐらいなんちゃん。ナイスだ。こんぐらい打てば、ポテンってして、銃の真ん中らへんに落ちますよと。はー、なるほど。結構あれですね、このゲージ、なんか大きく外れたなって思っても、結構なんかね、ブレずに飛んでいきますね。大きく外れたなっていうかね、ここの差がなんかね 90% ぐらいでも思ったより飛ぶんですね。まあ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 。とりあえずもうなんかひたすらあそこに落とし続けるみたいな、こんな感じで良さそう。さあ、まあ、これも転がってその辺行くよね。プラス15、42プラス15。うん。安全と思われる青いエリアへのショットはうまくいきましたか？いきました。
次はバーディーを取るためのポジションへ5球ドライバーショット。何？今度は攻めたショットになります。ほうほう、ちょっと待って、今の安全なショットはここやった。これなんかもっと奥見れへんの？わからへんこれバーディーを取るためのショットな。なんで？なんかこのまま真っ直ぐ行った方が強くない？そんなことないの？わからん。わからんけど、そこの青。あー、なるほど。ちょっとパワフルに打てと、そういう感じか。うん、わからん。わからんけど、この辺？風は？ない？風なさそう。なんかでも風ちょっと吹いてるけど、こういうのも影響するんかな？わからん。とりあえず打ってみよう。これもフルでいいでしょ。ここ。これで転がってったら10乗りますかね。あ、乗りますね。風の影響は受けてた、今。あー、ちょっとなんか、ね。右に寄ってたんかな。いや、変わらんか。わからん。あ、弱い。ナイスショット。これ赤で止まっちゃう。あ、でも結構多分飛ぶよね。あー、でも届かないか。8点、やっぱちょっとあれですね、流されてる感じしますね。もうちょっとだけこっち、ちょびちょび、よし。でここでフルパワーで打てばいい。ここ、どう？うん。まあ、こんな感じですね。で、このままなんか、ポカポカ乗せていけと。とりあえず10発打てるらしいんで、もっと打ってみましょうか。ここ。なんか、イエーって言ったけど、今のがなんかね、完全なナイスショットやったんかな。うん。違いはわからん。ここ。ナイスショット。うん、まあ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 、こんなもんよね。ナイス、チャレンジ成功と。あコインくれんねや。あ、なんかセータス上がる。あー、飛ばせるキャラ、キャラちゃうわ、距離が。あ、違う、これあれか、今練習みたいなんしたから、なんかもう好きなの伸ばしていいよみたいな、そんな感じなんや。どうしよう、これスピンとかめっちゃ成長するけど、どうなんやろ。1W でのキャリー、ボールの飛距離。スタミナ、スペシャルダッシュを使う体力。なんかスタミナも大事そうやけど、スピンすごい伸びるんよな。これどういうこと？スピンショットの性能。まあ、まずはちょっとパワーに振ってみましょうか。ね、パワーに振っときゃ困らへんやろ。そんなことない？脳筋か？成長ポイントの振り分けを確定していいですか？はい。はい。とりあえずね、そう。まあなんかね、飛距離なんか余っちゃうな、みたいな時は短いやつで振れば、短いやつかな、なんかね。ね、数字大きいやつで振れば良さそうなんで、合計60点以上で文句なしの合格です。素晴らしいですね。攻めのゴルフも守りのゴルフもできて、クラスでは最高のドライバーショットでした。それだけのショットマネジメントなら、次のクラスでも十分戦えるレベルでしょう。お疲れ様です、おじいさん。ショットを上達させるには、キャリーとラインを考えることが重要。あ、そっか。走る前提なのか。そっかそっかそっか。キャリーとランを考えることが重要。キャリーとランのチュートリアルを確認しますか？ちょっとこれも見ていきましょうか。はい。キャリーとはボールが地面に着地するまでの距離。あ、そういうこと？キャリーとラン。あれか？ん？着地するまでの距離。で、ランが転がっていく距離っていうことかな。で、ねえ、まあ、転がる距離とかも、まあ、計算して、いいところに落とすのが大事ですよ、みたいな、そんな感じっぽい。
で、トップビューでキャリーとランの目安を確認することができます。ショット時のパワー決定ではキャリーの距離を決めます。あ、そうなん？ああ、そうよね。で、その次のやつなんなん？ボールがカップまで届くときはゲージ上に、ピンの位置が表示されますが、あー、これぐらいのパワーで打てば入るよみたいな、そういうあれか。ランを考えて少し短めにパワーを決めます。あー、なるほど。この距離だとここまで飛びますよみたいなのがちゃんと出てくれるけど、まあどうせ転がるから手前に落としやと、そういうわけですか。だけどちょっと待って、なんかね、いろいろとまだまだできそう。あ、これブルに話しかけるわけではないんや。俺はドライバーでかっ飛ばすのが好きなんだ。いつもこうしてパワーを鍛えてるのさ。もちろんちゃんとセカンドショットのことも考えて落とすことも忘れてはいないぞ。脳筋ショットしてそうやな。よし、じゃあね、ちょっとね、試しにまだね、なんかポカポカね、10発放っただけではありますが、引き続きね、なんかね、多分チュートリアルまだ続きそうだけど、やっていければなと思いますので、いやー、多分ね、このゲームちょっと奥が深いので、ちょっとチュートリアルがね、なんかいろいろ続きそうではありますが、またね、次回も動画でお会いできればなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。